皆さんこんにちは、佐藤和夫動画チャンネルであります。今日は4月の23日火曜日であります。今日からですね、家庭菜園のための土作り始めました。まあ、正直言って我が家ちょっと庭狭いんで2坪しか土地はないんですが、まあ、そこに毎年、家庭菜園でキュウリ、ナス、トマト、その他いろいろな野菜を作っております。まあ、取れたての味感じるとちょっと毎年やりたくなりますね。まあ、本当に土作りの原点はやっぱり土をきれいにこう干して、まあ、こうお天道さんに当てて、まあ、虫を殺したり卵を殺したり、そしてその後苦土石灰撒く作業をするところであります。まあ、苦土石灰撒くのは当然今は酸性雨がありますんで、まあ、土が酸性だとダメでありますんで、まあ、まず中性または弱アルカリ性にするために苦土石灰を撒いて、その後肥料を入れて、それから植えたいなと思っております。まあ、この作業をいつでも今頃やって、そして5月の連休の時にいつでも苗を植えるような作業をしております。まあ、今日は土作りの初日でありました。終わります。